鋼鉄の半分の軽さで倍以上の強度がありますから。あ、そうで中はあれプロ仕様なんで、トヘアに分かれてハニーカム構造っていう構造になってるんで、ねじれ曲がりには非常に強いです。それであのブラケットは溶接したやつは補強板兼用でなるんで、うん、一番強力に溶接します、うん、それであとは両脇とあとハイテンション鋼で作ってるんで、だからあれを鋼鉄で作ると50キロぐらいです、うん、だからハイテン鋼だと25キロぐらいで倍の強度、だからプロ仕様なんで、2.5 トンの 20%、 500キロ目安でできます。あの LB の 3.2 ミリってあの太いやつで回転鋼専用のやつで使ってるんで、あれを鋼鉄用の2ミリぐらいのやつでつけたら弱いから落っこちゃいます。あれでガッチリあの染み込まして隙間にあの鉄板合わせて一緒にあのくっついてます。まずあそこのこれを ここにはめ込んでもらって、でさっきの上に引っ掛けて、もうこれがピンがすんなり入るようになってるんで、あっちゅう間にできちゃう。だから須藤さんがやるときはもう下の方にしといて、よいしょと上げてやってもらえれば、まあこういう簡単。なるほどね。アーム伸ばして大丈夫です。待って、はいはいはい、いい感じですね。ストッパーを抜いてもらって、はい、でピンを2本スッと抜けますから。ああ、入ってから起こるんだ。うん、これで前にグッと押してあげれば、はい、あの取れますから。前に、うん、前に、上の方を前に、上の方は、うん、どうか、そう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 、自然に落っこちますから、はい。あ、なるほどね。うん、そんな感じで。もうちょい前に出て、はいはい、それでもいい。あとはもうあのアーム伸ばした状態でバケット隠せるだけ、はいはいはい、いい感じで、で、あと、はい、ゆっくりで。ラーブを手前に持ってきて、右に展開して、ここまで行きましょう。じゃあレーキ作りましょうか。